もうちょっと上の方とかやっとく。あ、ここですか。あ、そうです。そこもいいですね。はい。いらっしゃい。ようこそスナックエンビーガブリエラへ。ママのたかしです。チームアウのひりきつむです。セコの神です。3人合わせてエンビーガブリエラです。聞いてください。あの、送られてきたんです。また一体何がですか。モッチスキンのシャンプー。前回モッチスキン の案件動画やったじゃないですか。やりました。そしたら多分モッチスキンの方が味を占めてですねもう一回新しい商品が出るからやってくれということで。なるほど、はい、送ってきました。とっても嬉しいじゃない。なんですけども、うん、送ってきていただいたところでよくなかったら私たち紹介したくないじゃないですか。あ、それはそう、はい、なので私ちょっとしばらく使ってみました。あら、そしたらやっぱり良かったです。おー、それは素晴らしい。はい、なので今回は、案件動画になります。案件動画名前がですねモッチスキンの、吸着炭酸シャンプーになります。はい、でこちらのシャンプーは毎日するわけじゃなくて、うん、週に 2,3 回ぐらい、うん、ヘッドスパみたいな感覚でやるということで、はい、そうなんですよ。頭皮すっきり摩擦軽減ヘッドスパ感覚深層保湿と書いてありますね。で特にですね効果があるのが、まあ、パサついて広がる人とか、うん、あとは髪の毛染めてて色落ちをすごいする人とか、うん、あとは夕方になるとベトつく人、ボリュームが足りない人、腰がない人ですね。あとは分け目がすごい目立つなっていう、はいはいはい、人ですねにおすすめということで、頭皮の汚れをきっちり取ってくれるという。実際に使ってみて良かったの？良かったです。だいたい使って、うん、まあ初めはやっぱり効果がちょっとわからなかったんですけれども、うん、使っていくごとになんかそのゴワつきっていうのがちょっと軽減されてって、うん、で元々前使ってたシャンプーあるじゃないですか、うん、あれで結構いい感じにその普通のシャンプーとかよりもツルツルサラサラになってたんですけれども、うん、やっぱすごいブリーチしてるので私、うんうん、結構ゴワゴワするんですよ、うんうん、そうなんですけれども割となんかこうバッっていうドライヤーした後のこのボンバー具合が結構収まって、うん、はいはい、へー、はい、セットとかブローしやすくなりました。へー、それはぜひ試してみたいわ。はい、ということで実際試してみたいと思います。嬉しい。でこちらがですね10分間以上泡がそのままもっちもちということで、へー、なので実際にここに泡を出して10分間試してみましょう。こう見てください、ムースのような感じになってますね。あ、すごい泡だね。そう、皆さん見てください。こう本当泡なんですよ。泡っていうか、うん、キメが細かいので、うん、本当ヘアムースみたいな感じですよ。すごいね。え、これが10分後どうなるの。このままらしいですよ。マジで。はい、じゃ実際に頭を洗ってみましょう。イエーイ。はい、ということで皆さん今日もシャンプーハットの時間がやってまいりました。レリンチーネかわいい私たち特に私ヤングオイスターみたいになってますけど、ヤングオイスターだ。まず、こちらの髪の毛についているヘア剤は全部洗い流した状態でシャンプーを始めていただきたいと思います。はい、はい、やられてるね。力を入れすぎないでよ。テーブルがテーブルもろき。もっちもっちのもっち好き。本当私たち体張ってるよね。仕事ってさ大変だよね。そうなのよ。いろんな仕事があるよね。いい感じ。やっとここでシャンプー。容器をよく振り立てた状態で泡を出します。見てください。あ、本当だ。でもすごい。ワンプッシュぐらいですごい泡立つの。で、頭皮をマッサージするようにスパ感覚でやってください。スパ感覚ね。スパってさ、やっぱ自分でやんないじゃん。あー、とっても上手。あー、いいですね。あー、あー、すごい頭皮が癒されてる。しかもめっちゃいい匂いがする。そうなんですよ。もうちょっと上の方とかやってもらう。あ、ここですか。あ、そうです、そこもいいですね。はい、すごい見てください、泡立ってますめっちゃ。
洗ってる最中もね、割とさっぱりしてるんだよね。うん、そうだね、うん、最初から泡で出てるってのが楽だね。泡立ってるのって最高ですよね。やっぱり汚れってね、泡で落ちるからね。すごいいい感じ、気持ちいいです。とっても気持ちスキン。あ、気持ちスキンいただきました。ありがとうございます。10分経った状態です。なんか泡の感じがすごいしっかり残ってるね。そうなんですよ、ずっと泡なんですよね。これだんだんさ、普通さ、うん、本来ベチャーってなるじゃん、うん、なんか水っぽくなっちゃうね。そう、全然ベチャーがないね。ちゃんと泡でございます。あ、じゃあこれももらっちゃおっと。あ、いいんじゃない。はい、ということで、すごいいい感じに泡だったでしょ。泡立っちゃった。すごい、めっちゃ泡だったよね。めちゃんこもいちめちや。はい、じゃあこれを早速洗い流しましょう。レッツゴー。気をつけてね。気をつけてやってよ。あ、もうね、シャンプーだけなのにまたサラサラなわけよ。トリートメントしてないの。ほんとだ。ほんまや。わかります。わかるわかる。指が通る、めっちゃ。しかも頭皮がさ、すごいさっぱりしてる気しない。すっきりするするする。あっあっ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんごめんなさい。はい、ということで、洗い流してきました。あ、もうなんかすでに指通ってる。すごいよね。いや、すごいんですよ、もうこれの状態で割ともうしっとりしてるじゃないですか。結構さ、うん、このなんかカラーリングしてる、ブリーチしてる髪とかってさ、うん、シャンプーしても指通んなかったりするじゃん。そう、なんかキシキシになって固まるんだよね、結構、うんうん、あのグワーってやるとブエッみたいな、うん、でも今こうやってやっても普通にサラッとしてるじゃない、うん、あ、すごいな。そう、すごい。私もさ、ロン毛でさ、しかもさ、ロン毛テンパなのよ、うんうん、ロン毛でテンパだからさ、くるくるだからさ、指通んなかったりするわけ、うんうんうん、今めっちゃ通ってる。そうだよね、うん、あ、ほんとだ。ほんとなんかさ、シャンプーとかによってはさ、シャンプーし終わってリンスもしたのに指通んないみたいなシャンプーとかもあるわけ、うん、あるある。これめっちゃいいわ、すでにいいよね。うん、じゃあちょっとまた乾かそっか。失礼します。失礼します。指通りがめっちゃいいね。気持ちいい。気持ちいいよね。しかも匂いもめっちゃいいね。このブローした状態でサラサラなのが気持ちいい。やばいよね。やばい。はい、ということで乾かしました。バイ。どうですか。いや、ちょっと皆さん見てください。サラサラ、すごいの、ほら、サラリンパ。しかもね、腰がすごいあるの。気持ちいい。今これノーケアなの。めちゃめちゃこのサラリンパで、しかもこの腰、やっぱりね、髪に腰がある方がすごいスタイリングが決まりやすいじゃないですか。そうだね。そうだね。そう、なんかベタッと落ちてくるもんね、スタイリング剤で。そうそう。で、美容院とか行ってもあのトリートメント、すごいこう腰があるような感じでやってもらうとすごいスタイルが決まりやすかったりするんだけど、うんうん、今その美容院帰りな感じがすごいする。ちょっと素晴らしい。だからあの前の持ち金のシャンプー使ってから、あれ結構定期的に使ってるんだけど、うん、それにこれプラスで使えばよりいいってことでしょ。そう、週 2,3 回でいいの。週 2,3 回ね。むしろ私のこのさ、こうブリーチの髪の毛を触ってくださいよ。通る。すごい。通る。そうなんですよ、ね。登竜門。やばいですよね。全然そこまで広がってないね。そうなの、そうなの。なんかいつもだったらもっとさ広がるんだけどさ、今全然広がってないって感じ。なんかバサってなってないよね。そうそうそう。なんかやっぱりブリーチしてるとさ爆発するじゃん。そうね。それがさしっとりしてるよね、意外と。うん、してる。シャンプーだけですよ、皆さんこれ。カメちゃんは？私あのやっぱり単発だから。うん、スプレーをめっちゃガチガチに振って、うん、カチカチに固めちゃうのね、うんうん、でも全然落ちた。へえ。ほら、あ、やだ、下痢になる。あ、すごいじゃん。最低な。え、
なんか動物の毛みたいじゃん。あの毛並みの。わあ、おい。あ、おいやひやひやしたげやひやひやひやし。はい、はい、ということで今回は、モッチスキンの、吸着炭酸シャンプーを、レビューさせていただきました。とってももっちもち。そうですよね、もう本当案件だったんですけれども、うん、もう愛用またしてます。モッチスキンもね、私ねあれからずっと使ってるんだよね。私 も、私もそうだから、これもあの引き続き使おうかなと思っているので、皆さんもぜひ、試してみてください。せーの、おやすみなさーい。